ネットで見つけた怖い話。第5676話、ふさわしいネタ。シャレコアにふさわしいようなネタを提供しよう。昨日抗がん摘出した。306、おそな77苦かったの。別に怖くもなんともない。俺なんてこないだのでもう3回目だよ、抗がん摘出。307、一週間くらい前に現場の事故でな、袋が半分くらい持っていかれたのよ。それで病院に直行したらキャンタマさん片方ほぼえぐれてて、もう使い物にならんからって強摘出。足も結構ひどいことになってるけどまだ治るらしいのでいいとして。今週末から一週中に偽の抗がんをそっと入れてもらうんだ。俺の不注意ではなかったにせよひどい経験だまったく、わら。人呼吸うんってなったわ。309。上事故ってのは怖いな。片方は残ったのか ?311。片方のキャンタマさんは無事だぞ。骨くりも頑張れば大丈夫そうだ。当分予定はないが、わら。まあ事故当時の記憶はほとんどないから痛みも覚えてないし。気がついたら病院だったでな、わら。大体治療後らしく鈍い痛みしか残ってなくてよかったよ。でも少しの間は仕事休むよ。ご病院の飯うめえのな。以上だ、わら。玉が片方役立たずになると身体が危機感覚えて楽に絶倫になるらしいよ。事故って変玉の俺が来ましたよ。足はきっちり治るまで時間かかるから今は松葉杖だけど、キャン玉は無事に偽抗がんの挿入が完了して元通り、に見える、になったよ。ここで一つ言いたいことがある。えぐれたのがキャン玉だけで本当に良かった。竿がやられてたらトイレが地獄だったと思う。完治までは5、1ヶ月くらいかかると思うけど相手してくれてありがとな。じゃあな、わら。ネットで見つけた怖い話。第5677話、ダイエット。あるところにダイエットが趣味の若い主婦がいた。数日前から続く便秘を契機に、ダイエットを始めた。彼女はありとあらゆる過激なダイエットを試す日常を送り、便秘こそ治らな。買ったものの76キロあった体重を42キロにまで落としたそうだ。その後、猛烈な食欲が彼女を襲ってきた。もちろんこれはリバウンドしようと。大概栄養を求めているのだと分かっていたため、ひたすら我慢に我慢を重ねた。プールに通い運動をするがなんだか内臓の調子が悪いお腹の中の異物感が、半端じゃないのだ。そして数週間が過ぎた。そういえばもう随分生理が来ていない。そう思った彼女は仕方なく、少しだけ食べるとすぐにまた太ってしまった。また絶食タイムに入ろうか彼女は迷っていたが、さすがにこのままでは拒食症。下骨粗鬆症になってしまうと思った彼女は病院へ行ったそうだ。病院で事情を話すと医師は少し何か考えた後、妊娠検査に使うような器具を持ってきて、何やら検査を始めた。検査を終えると医師や看護婦たちが急に焦り出し慌ただしい雰囲気になった。もしかして私、おめでたですか?それかどこか悪いところでもあったんですか?と彼女が聞くと、医者がこう言った。大変大変。こりゃ大変だ。大変だ。急がないと、今から帝王切開だ。あのね、栄養失調になったあなたのお腹の中の赤ちゃんたちがとも食いを始めているんですよ。彼女は絶句したそうだ。母体での胎児同士のとも食いは魚類の一部には珍しいことではなく、飢餓状態に。置かれれば霊長類の胎児同士でも稀に見られる現象らしい。医者はあまり詳しくは教えてはくれなかったそうだが、こういう現象のことを、バニシングツイン現象というらしい。生まれてきた双子の赤ちゃんは命に別状はないものの、人差し指と親指の一部、唇の皮の一部が食いちぎられていた。幸い手術により今では後遺症もほとんど目立ち、たないそうだが、彼女はそれ以来ダイエットはコリコリなんだと。皆様も過激なダイエットはお控えくだされ。
ネットで見つけた怖い話。第5678話、6年ごと。昨日、仕事が休みで釣りに行ったんだ。家の近所のいつものポイント。そしたら、消防の人がテント張って、浮き輪やゴムボート並べてたんだけど、訓練かなと思って、気にせず、釣りを続けてたんだ。2日前だから、そろそろ浮いてくるはず。流れ的にこっちだろ。とか、話してんの。なんだ?って思ってたら、受水自殺があって、そこをさらうからどいてくれって言ってきた。そのまま続けるわけにもいかないし、場所を移動することにした。橋を渡って、再開することにしたんだけど、そのポイントには、すでに学生っぽい子がいて自分と同じような釣りバカか W って思ってたら、そいつ、お父さんの財布が出た。って、号泣しながら電話してるんだ。あ、さっきの身内の人だと思って、寒かったし、人も集まってきたし、何よりそんな気分でもなくなったし、釣りは諦めて帰ることにしたんだ。夜、彼女にその話をしてて思い出したんだけど、俺、前にも自殺見たことあるんだよね。高3の時。飛び込み自殺。後で聞いた話によると、近くの高校の子で受験の色褪せだったらしい。いつも通りに、朝、電車に乗ってぼーっとしてたら、突然、ブレーキかけられて、危ねえ、何?って思ってたら、駅員がバケツ持って走っくるし、電車は全然動かないし。で、ちょうど前の車両の窓側だったから、身を乗り出して見ちゃったんだよね、赤い塊を。でも、すぐに、やべ、これ、シャレにならないって思って、見るのやめたんだ。トラウマになりそうだったし。あと、小6の時も見ちゃったんだよね。飛び降り自殺。うち、実家がマンションなんだ。この字型で、駐車場を囲んでる感じ。学校から帰ってきて、廊下を歩いてて、ふと見ると人が駐車場に寝転んでるんだよね。え、なんで?何してるん?って思ったけど深く考えずに、親に、誰か駐車場に寝転んでたけどなんだろ?って言ったら、親が見に行って、その頃には救急車や警察が来て、騒ぎになってた。マンションの住人の息子さんで、ふらふらしてる人で、喧嘩して発作的に飛び降りたらしい。で、今、書いててふと思ったんだけど、俺、6年ごとに自殺を見てるんだよね。12歳と18歳とそして、今24歳。6年後の30歳の時も、見ちゃったりして。って、偶然だよね。ネットで見つけた怖い話。第5679話、うごめくもの。キャン玉ついてない私かちくみ。これだけだとあれなので私にとって怖かった話をすごく簡単に。ちなみに私は、霊感あるようなないような感じ。見える時はあるけど見えない時もある。けどできれば見たくないし怖い思いも絶対したくないチキンハート。2011年東北地震から 2.3 週間経ってから買い物行く途中。茶色い?赤い?泥?が道路でうごめいてた。夜だから見間違えたのかと思ったけど絶対あった。うわーってなったけど何事もなく通過できたので買い物もしたし。さあ帰るぞーと来た道を戻ってたらここなんかうごめいてたとこだよなと思って。ちょっとドキドキしながら運転してたら見えない何かに車に激突された。ドーン。って音つきで。もうリアルで叫んだ。ミラー絶対見れねえ。と思って家つくなり携帯のカメラのフラッシュつけて。すごくガクブルしながら家に入った。しばらく警戒したけど何もなかった。続き。その後あまりにも怖すぎたので見えるらしい人に連絡取ってこんなんあったって説明したら。東北地震でお亡くなりになった片方の中で自分が死んだのがわからなかったり、死んだのがわかってても認められなくてうろうろしてるのがいて、その人たちが運搬用のトラックなどに乗って各地に散らばってるから気をつけて、と返事をいただいた、
もっと早くその情報をよこせよと小一時間。でもそれが事実なら、なんであんな形になってたのか。泥ってさっき書いたけど実際なんだろう。砂鉄をめちゃくちゃ集めて、磁石で遊んだ時のような動きなんだよ。変にグネグネしてるというか、とにかく人の形はしてなかった。時間が経った悪霊とかは人の姿をしてないとか、そんな話も聞くけど地震があってからそんなに間開いてないし何がなんだかわからなくすごく怖かった。本当に何だったのかな？誰かわかる人いない？ネットで見つけた怖い話。第5680話、悪魔に取り憑かれた同僚。弓の恐怖体験シリーズ第6話、悪魔に取り憑かれた同僚編。私が小さな事務所の事務員をしていた時の話です。職場の同性は、同日入社の33歳 A さんだけです。正直、A さんのことがあまり好きではありません。というより合いません。すごく、女の子、なんです。実際小柄で色白で童顔で、老け顔の私とは辛辣のタイプ、私の方が年上に見られるくらいです。性格も小学生の女の子がそのまま大人になった感じで、若干国語力が足りないのが、キャラに合っていて、私も入社当時は、可愛らしい人だなぁ、と思っていました。ただ、自己評価が高いらしくちやほやしてもらえないと拗ねちゃう感じです。職場や一緒に行ったコンパなどで、私の方が盛り上がるといつまでも根に持ってます。実際は私がお酒飲めるしフランクな方だからってだけです。また、A さんは結婚願望が強いです。入社当時からおケンパやコンパに励んでいますが成果はなく。原因は、理想の高さとガツガツしたオーラと、少し一般離れした性格だと思います。それからして A さんが社内の違う事務所の人に私の愚痴を言っているのを知りました。細かいことに気がつけない性格だし、女性二人の職場ではだかまりを残したくないと、思い担当直入に聞きました。最近コンパもないし焦ってるところなのに、ユミさん、私、はよく言ってるみたいだし、男友達多いし、楽しそうにしてるし、週末飲みに行ってるだけなのですが、そんな目になりたい、歯並びが綺麗、そんな巻き髪にしたい、大体職場のみんなもユミさん派だし、などなど。仕事のことで積もったものがあると思っていたら上記のような内容で、拍子抜け、歯並びとか、言い出された時は引いてしまいました。私を見てると、いいなぁ、という気持ちが強くなりすぎてそねみになるとのこと。そしてその一件以来、全く私のことを聞いてこなくなりました。同時に自分の話も一切しない始末。最初はスガスガする時にしてなかったのですが、やはり一日中一緒にいる相手。今まで、お互いの恋の話をしたり、一緒にコンパに行ったこともあるのに不自然で。この状況でさらに嘘をつかれました。おケンパに行ったこと。これは A さんが口を滑らせたため、取り繕うようについた嘘を確認したら、誰からも相手にされない結果だったから言いたくなかった、と認めました。しかし、そこでデートの約束までした相手がいます。その部分については今もなお、本当に何もなかった、と言い切ります。なぜ、突然隠すようになったのか？聞いても答えはしどろもどろ。自分の嫉妬心を抑制するため、私の予定を聞かないようにしてる。自分のこと言いたくないわけではないけど、もしかして、こっそり付き合う寸前まで動いて、実はね、とカミングアウトしたいのか？友達の推理。そんな性格悪いことしない。大体好きな人できたら嬉しくて言っちゃう。うまくいくかわからないから現段階で言いたくないのか、私に話すとうまくいかない。ジンクスみたいなものでもあるのか。今まで、彼女の知り合った男性について、こんな変な人いた。とか、デートでこれはないよね。
みたいな話を面白おかしく聞いたのが良くないのか。でも笑い話として話されたし。私のダメな部分なのでしょうが、こういうのが我慢できないんです。聞いてこないのは勝手だけど、それで妄想が膨らんで、絶対男性と食事なんだ、みたいな。そねんでイライラされて、さらにコソコソされて、でもちょいちょい言動に出るから気づいちゃう。ちょっと優越感を持ったような態度もイラッとするし、そんな敵だとみなされてるような、態度はしんどいですし。ちなみに、A さんが良い人見つかるよう応援してると言ったら、そういう割には紹介してくれるわけでもないし、結局面白がってるんでしょ。みたいに言われました。これは完全にオカルト現象です。彼女の心理がわかりかねておそらく悪魔に憑依されていると感じました。それで彼女の顔に聖水をかけてやりたかったのですが怖かったので、見つからないように彼女の私物を聖水に浸しべちょべちょの水浸しにしてやりました。コートや靴それから座布団などあらゆるところを聖水で清めると彼女は会社に辞めてしまいました。やはり悪魔だったんですね。ネットで見つけた怖い話。第5681話、私に舞い降りた守護天使様。弓の恐怖体験シリーズ第7話、私に舞い降りた守護天使様編。第1話で話した本命彼と結婚式を挙げることが決まった頃の話です。式場、ホテルです。和約10ヶ月前に決め、式場と日時を親しい人には早い段階で報告していました。にもかかわらず、彼の先輩が、私たちの2週間前に同じ式場同じ披露宴会場で制約してしまいました。もちろん私たちのためだけの式場でないことは十分理解しているのですが、式が私たちの方が後のためゲストから色々と比べられたら嫌だな。とか、ドレスやクロスの雰囲気が被らないように、とか色々気を使います。プランナーさんや衣装担当さんに相談して、色々根回し、していただきました。10から20人はゲストが被ってしまうと思われます。先輩と式場が被ったことを知らされた時は、二人で落ち込みました。今までは、彼と私先輩とその彼女4人で飲みに行くような仲でした。彼と先輩はそこそこ仲が良いです。けどこの件があってから、今までの先輩の常識のない言動もあり正直あまり付き合いたくありません。先輩との付き合いもあるし全く付き合わないというわけにはいかないので、誘われたら行くという感じです。彼にそれとなく伝え、あいつらムカつくよね。と聞いてみると、今腹を立てるのはわかるけど、それをずっと根に持つのはどうかと思う、と言われました。私が悪いんですか？今までは周りの助言もあり、人は人、私は、私、という考えで準備してきたのですが、この間式場の制約者向けフェアで偶然先輩カップルと会ってしまい、また落ち込んでしまいました。あまり付き合いたくない、ことを知ってる彼にも気を使わせてしまい申し訳なく思います。私が大人になればいいのか、と思った時オカルト現象に襲われたのです。結婚式当日の朝、私は、目覚めると守護天使様が降りてきたのです。そして気がついた時には結婚式をすっぽかしていました。これは典型なので仕方ないです。彼は赤恥をかいて結婚も破談になって訴えてやるとすごく怒っていたので、私は、腹を立てるのはわかるけど、それをずっと根に持つのはどうか思う。って諭してやりました。ネットで見つけた怖い話。第5682話、エキストラベッド。本当に体験した話です。携帯からの UP なので、回路が変でしたらお許しください。私は、夢であったと信じていたいし、夢だったのかもしれません。ある年の年末年始に、両親と私の3人で京都に旅行に行くことになりました。両親はすでに高齢でしたので、
エキストラベッドは私が使うねー。遠くの新幹線で京都に行けることで、はしゃいでいました。京都に着きホテルに入ると、嫌な感じがしましたが、疲れが溜まったんだなぁくらいにしか思いませんでした。そして、エキストラベッドに荷物を置こうとして、またさらに嫌な感じがしてきました。何か、ここでは寝ていけはいけないような、恐怖さえ湧き上がってきました。そして、わがままを言い、窓側のエキストラベッドではなく、部屋の一番奥のベッドで寝かせてもらいました。父は旅行が趣味で、エキストラベッドには慣れてるから心配ないよ、と心よく譲ってくれました。その後、夕食前に市場で年始に食べる高級材料を探しに行こうとなったのですが、私は、新幹線での疲れと体をきれいにして出かけたかったので、先にシャワーを浴びていいかな?と両親に聞き、両親も心よくじゃあシャワー終わるまでベッドで休んでるねと待っていてくれました。私は、京都にくれたことに気分を良くしてシャワーを浴び、浴び終わったところでものすごい寒気に襲われました。私は、京都にくれたことに気分を良くしてシャワーを浴び、浴び終わったところでものすごい寒気に襲われました。やだなぁ、京都にまで来たのに風邪でもひいたかな?と思いながらシャワーカーテンを開けると、そこには白い着物をきれいに着た真っ赤な口紅をした女性が立っていました。全身に鳥肌が立ち、恐ろしくなり反射的に目をぐっと閉めて、恐る恐る目を開けてみたら、その女性は消えていました。その時は嫌な幻覚見たな。霊を信じていなかったので。と考えながら、今日の街を散策してから、火縄を回してお参りを終えて、ホテルに帰りました。その夜は疲れていたので、深い眠りに落ちていたのですが、夜中に突然目が覚め、またシャワーの時のような鳥肌と寒気に襲われました。こんな時間に嫌だなと思いながらもう一度寝ようとすると、ホテルのドアから、スーッと足音もなくシャワーの時と同じ、綺麗な着物を着た真っ赤な口紅を塗つ女性が入ってきました。その女性は、エキストラベッドで寝ている父の顔をじーっと覗き込み、しばらくそうした後、またホテルの部屋から出ていきました。私は、女性と目が合うのが怖くて、女性がホテルの部屋を出ていくまで寝たふりをしました。もちろん、ホテルの部屋には鍵がかかっており、ドアが開く音も閉まる音もしませんでした。その後、私は、恐怖で眠れず、朝まで震えながら布団に包まっていました。朝になって、両親には嫌な思いをさせたくなかったので、その話はしませんでしたが、父が朝起きて、昨日は寝苦しくてあんまり寝られなかったなぁとぼやき、なんだか夢に白い着物を着た女の人が出てきたんだよと。私が思ったのは、じゃあやっぱりエキストラベッドに寝ないでよかった。と思ったことと、父ちゃん犠牲にしてごめんよ、でした。幸い次の日には女性は現れず、皆ぐっすり眠ることができました。後で調べたところによると、そのホテルは幽霊がよく出るといういわくつきホテルだったそうです。めちゃ怖かったです。ネットで見つけた怖い話。第5683話、モニターに映る子供。3年くらい前の話。車で旅行をしたキロ、アルファミレスに立ち寄った。疲れていて一刻も早く休憩したかったので普段はしない頭入れ注射、全身注射、押した。食事をしてファミレスを出ようと車に乗りエンジンをかけてギアを R に入れるとピーという音、センサーの警告音、とともにバックモニターに小さな男の子が映った。男の子はしゃがんで地面に何か書いてるみたいな動きをしているが全く車に注意を払おうとしない。もう夜中に近い時間だったし近所に民家もあるのでクラクションは鳴らせないと思ったのでやむなくギアを P に戻し、車を降りて車の後ろを見ると誰もいない。いたずらっ子がこちらの動きを読んで四角へ四角へと隠れてるのかなと思い助手席の連れにも車外に出てもらったが誰も見当たらない。念のため車の下も覗いてみたがいない。まあ、
わずかな隙に隣の車の陰にでも隠れてそっとどこかに行ったのかなとその時は思った。で、もう一度車に乗ってギアをバックに入れた時の驚愕と言ったらなかった。先ほどと全く同じことが起こったのだから、車内に響く警告音とバックモニターに映る子供の姿。ややパニックになりながらも、いたずらっ子めと少し腹が立ち、逃げる隙を与えないように素早くギアをPに入れてすぐに車外へ飛び出したが先ほど同様誰もいない。ここでようやくその子がどうやら実在しないんじゃないかと疑い始めた。よく考えてみれば深夜に近いこの時間に、親御さんの姿も見えないのに4から5歳くらいの子がファミレスの駐車場にいるのもおかしい。常に車外で様子を見てもらいながらサイドギアをバックに入れるとまた警告音と子供の姿。だが連れは開けておいたウィンドウから誰もいないからバックして構わないと言ってくる。どうしようか迷ったが、まさかこのままここに釘付けになるわけにもいかないので意を決して車をバックさせた。あえてモニターからは目を離していたのでその子がどうなったかはわからないが、車は何事もなくその子がいたはずの地点を通過して切り返して方向転換をすることができた。連れを助手席に乗せて駐車場を後にしようとして、最後になんとなく気になってバックミラーを見るとそこには同じように地面に何か書いているような小さい男の子の姿が映っていた。その子がこちらを向くんじゃないか。ミラー越しに目があったらやばいんじゃないかと思って慌ててミラーから視線を外し、急いで駐車場を後にした。なんでそんなことが起きたのかは今でもわからないし、調べようとも思わないが、駐車場で死亡事故が起きたというニュースを目にするたびに、ひょっとするとあの子もそうなのかもしれないと思う。終わりです。ネットで見つけた怖い話。第5684話、助けを求める子供。結構前に近所の家が火事になって、火の回り具合とかが気がかりだったんで見に行った。火事になった家はちょっとした資産家で大きな家だったせいもあって、火の回り方は激しいものがあった。ヤジ馬も多くいた。玄関から少しは慣れたところではすすで黒くなったガウンを着た、その家の住人とおぼしき夫婦が近所の人の解放を受けていた。消防車は、まだ来ないのか、と思っていると、ヤジ馬の一人が、おい、あそこ、と叫んで2階を指さした。2階のベランダを見るとまだ5歳にならないぐらいの女児が、両手を挙げて助けを求めている。火の手はすぐ下まで迫っており消防車は未だ到着しそうにない。近所の人が夫婦に、娘さんがまだベランダに、と言うと、怪訝な顔をしながら一連の光景を見ていた旦那さんが言った。うちには娘はいないのですが、確かにその家には子供が二人いたがどっちもとっくに成人して独立していたし、しかも子供は二人とも息子だった。孫などを連れてくることもなかった。夫婦も50代の後半に差し掛かっており年齢的にも幼い娘がいるような際ではない。じゃああの女の子は誰だ？と思いながらベランダを見上げると、いつしか女の子は助けを求めるのをやめただそこに立っていた。その顔はなぜか穏やかに微笑んでいるように自分には見えた。やがて2階のベランダにも火が回り女の子は煙の中に消えていった。ネットで見つけた怖い話。第5685話、死神くん。ごめん、あんまり怖くないかもだけど。昨年の夏の話。その夜は友人との飲み会で、かなり帰りが遅くなった。終電も逃し、このまま朝まで飲み明かすかって話だったんだけど、私は、次の日酔うことがあったので帰ることにしたんだ。私の自宅は新宿からそう遠くなく、タクシーに乗ればすぐに着くけど、まあ歩けない距離じゃないし酔い覚ましがてら歩いて帰るかってことで、暗い夜道を一人で歩いた。賑やかな繁華街を離れ、住宅街に入る。夜風が気持ちいいなぁなんて考えながら歩いていると、突然、
暗がりから小学校低学年くらいの全身黒ずくめの男の子が現れて、迎えに来ました。って私に言うんだ。私が、え？って戸惑っていると男の子は私の顔をじーっと見つめた後、あ、ごめんなさい。間違えました。って走って行っちゃった。なんなの、あれ。時刻は午前2時を回ったところ、こんな夜中に小さな男の子が一人で外をうろついているなんて、どう考えてもおかしい。不審に思いながらも、その日は無事に帰宅。まだ起きていた弟に今あったことを話すと、死神だったんじゃねえの？持ってかれなくてよかったな W。と笑われた。私もそうだねなんて笑いながら、察し的に揉めていなかったんだ。数日後、近所で不幸があった。亡くなったのは私と同じ年頃の女の子、原因不明の突然死だったらしい。そしてその子の家は、あの日の夜、男の子が走って行った方向。単なる偶然かもしれないけど、本当にあの男の子は死神だったのかもしれない。もしあの夜、私が間違われたままだったら、そう思うと背筋が寒くなった。以上です。長くなってすみません。122。全身黒ずくめって、どんな服装だった？学ランに黒の短パンとか？124。いや、上は長袖トレーナーに下は長ズボンだった。真夏なのに変だなぁと感じたのを覚えてる。あと、顔は暗くてよく見えなかったけど、すごく色白な子だと思った。125。ふむ、人によって見え方が違うのですね。僕の友達は般若の顔で白い着物を着たのを見たって言ってましたね。126。般若の顔に白い着物、それは怖いですね。そんなのに夜道で出くわしたら失神してしまいそうです。そのお友達は霊感のある方なのでしょうか？私は、生まれてこの方、霊の類を一度も見たことはなかったので。128。正確には友達の母親です。その母親が小さい頃に祖父、だったかな？が危篤状態で寝込んでいるところに、枕元にそれが正座した状態で現れ祖父を見ていたそうです。そして、ふっと息を祖父に吹きかけると一瞬で亡くなったそうです。126。病院勤務だったうちの母はサラリーマン風のメガネをかけた人を見ていたそうだ。書類みたいなのを手にしながらうろうろし、その人が近づいたベッドの人はその日に亡くなるらしい。ある時、母が心臓を悪くして入院した。手術前に、あの男が来た、お母さん助からないよ、今までごめん、あまりいい親じゃなかったね。母は手術中に亡くなった。だから嘘ではないと思ってる。147。ID が変わっちゃったけど、死神に出会った話をしたものです。私の弟はいわゆる、見える、人らしく、小さい頃から不思議な体験をしていました。その中で頻繁に見るという真っ白な男の人。弟曰く、その男が着ている服はもちろん、肌も髪も真っ白でとても綺麗な顔立ちをしているそうです。その男は主に家族が風邪などで寝込んでいる時に現れるらしく、それが体に触れると、次の日には嘘のように体調が良くなっていたとか。以前、祖父が病気を簡易入退院を繰り返していた時期がありました。そんな時、決まって現れるのが霊の白い男の姿で、祖父の体に触れては消えるという光景を弟は何度も目撃したそうです。でもある日、弟はその男の姿がいつもより黒くなっていることに気がつきました。それは祖父に触れている手から始まり、回を重ねる前、じわじわと男の全身に広がっていったそうです。その後、祖父の病気は無事に完治し、今でも元気に過ごしています。しかしあれ以来、家族が病気になろうとも、白い男は一度も姿を見せたことがないそうです。これは後に祖母から聞いた話なのですが、私の家には代々祀られてきた守り神がいるらしく、それが悪いものを吸い取ることによって家族を災いから守ってくれているとか。しかし、
その神様の容量がいっぱいになってしまうと今度は悪霊となり、逆に災いをもたらすものになってしまうそうです。弟が見た男がその守り神だとしたら、家族に降りかかる災難を吸収すると、その姿は黒くなっていったのでしょうか。今となってはわからないですが、悪霊になっていないことを願うばかりです。すみません、長い上に少し趣旨がずれてしまいましたが、これが私の知っている、助かった、という部類の話です。今日のオカルトスレ、ぶっちゃけ事故物件って幽霊でんの？すごく場所も良くて綺麗なのに事故物件ってだけでくっそ安いんだが、幽霊とか信じてないけど何か気をつける点ある？リンク VAR Google タジーイコール Google タジー Google タジー CMD イコール Google タジー CMD Google タジー CMD プエス H FUN C1 オン Google タジー CMD プエス H FUN C1 オン Google タジー GSP ラワイGV, GPT, AD, 1兆5393億1562万5451、霊。幽霊が出ても取り乱さない。部屋の隅に突然水たまりができてもたじろがない。ソースは俺の友達。アトロは振り返らない。幽霊は出ないと思う。ただ、環境的に事故を起こしやすい作りの部屋になってることはあると思う。そもそも幽霊なんざ存在しないんだから儲けもんだろ。信じる奴のおかげで安く住める。なんもないから安心しろ。信じる信じないじゃなく霊感あるかないかだろ。俺は、霊感ゼロだから気にしない。幽霊出る部屋と虫出る部屋、後者の方が嫌だ。確かに目が覚めたら天井にびっしり安手が張り付いてて、自分目かけて降ってくるの想像したら、多少の幽霊は平気な気がする。言っておくが世の中事故物件だらけ。人ってのは必ず死ぬし、死人の8割以上は屋内死だしな。しかも告知義務は事故の次の入居者だけ。だから大抵は書類上関係者が1回借りたことにしてなかったことにする。東京や広島や長崎とか空襲あった都市はそこら中で死にまくってるわけで。じゃあもう住むとして、事故物件に住み始めたらどれくらい安く住み続けられるの？ 1 ヶ月や1年のうちに通常の値段に戻ってたりする？そもそも安いのは有名な事故物件だけ。ご近所に知れ渡ってしまってどうしようもないやつな。それも賃貸集合住宅のみな。戸建ては大抵建て替えちゃうし。ずっと安いまま住めちゃうのかな？希望としては2年くらい住みたい。頑張って探さないとなかなかないよ。まあオーナーや管理会社が困ってるなら安くは住めるかもしれんけど、わら、大島テルのサイトで事故物件探せばいい。まあ戦争してた場所で花見宴会してるわけだし。どちらかというと仮想が悪いんだろうな。俺が見つけたのは都内の綺麗な街のマンション最上階。内装もめちゃくちゃ綺麗だった。葛飾区？うっしっし、それは秘密なんじゃ。だって誰かに先越されたら困るし。14階のところなら幽霊は出ないよ。サンクス。本当に出るならむしろ高くなる。それイギリス。変な匂いとか残ってないなら大丈夫。事故物件って聞かなかったことにして住めば何も起こらんよ。あとはうるさくしないこと。可愛い女性の幽霊が出るなら、むしろ家賃が上がっても転がり込みたいわ。貧しい人のうち 50% しか女性はいないよな。そして総地の7割は中年お年寄りだよな。そして女性で可愛い人って1歳くらいだよな。残り3割の若い人は病死や交通事故死などで、家で死んでるわけじゃないよな。したがって、若くて可愛い女性の自爆霊なんてほとんどいないよな。わら。
地元が縄文時代の大規模集落だけど縄文人の霊とか聞いたこともない。なんで都合よく戦国時代の武者とか近年の自殺者の霊が出んの。霊界では戦国時代の武者のファッションが流行してて、縄文時代の人も流行について言ってるだけじゃね。霊体でいるのにも時間制限があるんだよね。俺たちも嫌なことがあっても時とともに感情が薄れていくじゃん。霊体って感情の塊だろ、ほっとけば自然消滅するんだよ。そこの部屋だけなぜか安いとこならあったな。押し入れの上にお札貼られた地蔵があった。そういう地蔵とか撤去したいわ。てかお札全部撤去してって頼もうかな。地獄の蓋を開けてどうする？わら。そんなのないよ。ただのオカルトグッズだって。地蔵や祠は簡単に撤去できんよな。坊主か神主呼んでこいって話に絶対なる。マジかよ。霊は信じてないけどお札とか地蔵は運悪いから嫌いだわ。不動産。土地。だと井戸とかもそうだよな。そうそう。井戸は絶対に空気抜きの穴パイプがあるもんな。水神さんが息ができんと怒るってことや、井戸埋めるときは神主さん呼んでお払い必須。うちは出ない、そもそも前の持ち主が病院で死んだのに事故物件扱いで、一年経って何もなかったので元の家賃に戻された。普通は更新で戻される。家賃戻すって拒否できないの？不動産にまだ霊が出ますとか嘘ついてさ。幽霊って概念はどうかと思うけど、人間の残りカスならあるかもしれないね。そんなん生ゴミが床落ちちゃったのと大差ないだろ。吹けばいいのよ吹けば。良いこと思いついた。事故物件安く住んで不動産屋にはポルターガイスト頻繁に起きますとか言っとけ、安いままずっと住める。幽霊とかは不思議を説明する手段。幽霊見たことないなら別に問題ない。信じてる人は何に対しても怪奇現象だと結びつけてしまうから。確かどっかの研究で魂の存在の可能性について肯定してたのがあったよね。よっしゃこれで夢の都内マンション暮らしの始まりや。考えたら、京都って事故物件だらけじゃん。今住んでるところより10階以上高いところに住めるんやで。昔からアホと煙は高いところ登る言われてましてな。でも女にはモテるからいいんだよ。エレベーター止まったりすると給水とか大変だぞ。逃げるだけが対策じゃないんだぜ。そしたら実家に逃げるわ。そして半年後に、これと全く同じスレが立てられるんだな。つまり1は受煙化するんですね、わかります。ふふふ、その手を使っていつまでも安く済んでやるぜ。お前が自爆霊だったんか。幽霊なんて出ない。なぜなら科学の発展によって神の存在、霊能力の存在がないと証明された。それゆえ宗教的な現象である、幽霊は存在しないのである。信じる奴がいるから助かる。出なきゃ安く済めないもん。ただ幽霊とは関係なく最上階は夏に暑いのと、築年数そこそこのところだと雨問いの終点、の最上階はゴキブリが出る場合がある。築年数十年くらいやで。あとゴーストバスターズの T シャツとか着てたら完璧。クソアロタ、採用だわ。そこに住めたら記念に買っとこう。ハウスクリーニングしてもハエが集まる部屋はあった。ドロドロだったみたいだわ。まあ人それぞれじゃないの。めっちゃ悲惨な過去を持つ超危険な心霊スだ。おしまい。